皆様こんばんは、玉川七福でございます。うなる語るソウルフル玉川七福のほとばしるなにわ節第7回目の配信でございます。5月から始めておりますけれども、第4回目以降、若手の魅力ある後輩たちをゲストに迎えて一席ずつという形にしておりますけど、皆様方、今日は贅沢でございます。関西から、真山隼人くんと、そして沢村さくらさん、2人お呼びしたわけでございます。実はですね、昨日、隼人くんとさくらさん主催の会が浅草でありまして、昼の部と夜の部とあったんですけど、昼の部の方では私の弟子の波穂ちゃんが開口一番で呼んでいただきまして、で夜はですね、実は私三味線曲師で呼んでいただいたんですよ。真山隼人くんの一席浪曲弾かしてもらっちゃったんですよ。そんなので昨日から、一緒に行動しているわけでございますけれども、今日はですね、隼人くんとさくらちゃんのコンビで曲師沢村さくらさんでーす。さくらちゃんは沢村豊子師匠の一番弟子でございます。で、真山隼人くんとバッチリ組んで、この息の合った、私ね、豊子師匠と組んでいて、豊子師匠という名人のお師匠さんを愛三味線に得ている私が羨ましいと思うほどの息の合い方なんですね。そのコンビネーションを見ていただきたい。今日は贅沢、一人の演者に一人の三味線というパターンでございまして、まずはその真山隼人くんをお呼びしてみたいと思います。隼人くん、どうも、真山隼人です。よろしくお願いします。いらっしゃー。よろしくお願いいたします。お邪魔いたします。はい。配信でね、隼人くん呼べて嬉しいんですよ。ありがとうございます。ね、さくらちゃんも呼べてね。僕も呼んでいただいて、すごい嬉しいです。あ、本当に？はい。もう関西にいるんで、うん、なんかこの関東の配信ってなかなか呼んでいただける機会がないんですけども。そもそもね、はい、やっぱりコロナになった時に、実演の舞台ができなくなっちゃったから、はい、と、噺家さんはすごく早く配信をいろいろ。早かったですね。始められたでしょ、で、やる気なかったんだけど、あ、うん、いや、このまんまだと、浪曲が埋もれちゃうぞ、うん、忘れられちゃうぞっていうような、なんかちょっと危機感が途中からムクムクムクっと湧き上がりまして、それで、慌てて始めたようなんだけれども、うん、でも、なんかそれを喜んでもらえたので、1年、とりあえずは、頑張って続けてみようかなと。来年の5月。来年の4月ぐらいまで。で、ま、今月ぐらいまでは月に、あ、来月まで月に1回かな。はい、あと10月からは1回、2回できればいいな、みたいな感じで続けていこうと思うんですけど、昨日、さくらちゃんと、ひろとくんの会に呼んでもらったんですけど、皆さん、すんごい面白い方だったんだ。夜の部なんですけど、曲師の会と言いましてですね、うん、曲師の会ですよ。三味線のさくらちゃんが主催の会なんですけれども、すごいマニアックな会だったんです。で、私がこの七福チャンネルで、傑作浪曲音源自慢雑談大会というですね、大変マニアックな会をやってるんですけど、そのマニアックな会の遥か上を行くマニアックさだったんですけれども、うん、そもそもですね、隼人くんは、いっぱい音源を持っていて、はい、ものすごく研究をしてるんですよ。いやいや、研究じゃないですけどもね。でもいろんな節真似しますよね。はい。で、それで、前山隼人くんが研究熱心で、前山隼人くんの動機でやってるのかと思いきや、なんと、彼をコントロールする人がいたんですね。すべて、沢村さくらさんの指示により、彼は覚えさせられ、やらされているという。そうなんです。だったのね、さくらちゃん。なんで僕の持ってるテープをですね、うまいことこう使いながら、うん、あ、こんなのあるなら、これちょっとやってもらえるっていうので、なんかね、言われたんですけど、急にそれを言うという普段2日前ぐらいだったんでしょ。そうです。しかもその関西節だけじゃなくて、お姉さんがされてる関東節。そうなんですよ。隼人くんが関東節をやって、私その三味線を弾いたんですよ。びっくりなんですよ。ねえ、その普段、もうこうして舞台でご一緒させていただいたり、お姉さんの舞台に貢献で行かせていただいたりして、うん、やっぱり怖いんです、ね。何を？まあまあまあ。いや、もうね、やっぱり先輩なんで、うん、ちょっと、うん、おっかなびっくりなんですけど、やっぱりお姉さんも元曲師出身ということで、はい、曲師として来ていただくと、もういかにも曲師らしくですね、こんなん本当はダメなんですけど、お姉さんの方から、
明日よろしくお願いいたします。怖えよ、このメール。なんか、後で、なんか、もっと怒られるんじゃないかっていう。いや、やっぱり、曲師というのは、三味線というのは、演者がやりやすいように、どういうふうに弾いてあげたら、本当にぶつけてやるわけですから、はやとくん、どこら辺で息継ぎするのかな、どういうふうに弾いてあげたら、彼がやりやすいかなっていうのを、やっぱりそういう気持ちになるのね。優しい気持ちになるの。いや、優しかったです。何そんな笑うの、何そこでそんなに笑うのかなと思って。笑っちゃいますよ。でね、それで、隼人君はいろんな節真似をするんですよ。で、私が今まで隼人君の中で聞いたので、一番受けるのが、皆さんわかりますか？ SP レコードを真似っていうのをやるんですよ。ちょっと、そうです。振っていい？はい。はい、SP レコードの真似。はい、これ、二代目の雲月先生の、はい。おいしい甘がごそう。二代目雲月、伊丹秀子先生ですね。はい、はい。ちょっとポーズがあるので、はい。いきます。これ多分今すっごい汚い字だと思うんですよ。でも、SP レコードのノイズ、音飛びなんかを全部再現してですね、もうおかしくてしょうがないんですけど、あと昨日彼がやってたので私が受けたのが、今のはね、二代目天中堅雲月、伊丹秀子先生の真似なんですけど、現天中堅雲月先生、五代目の先生の真似がこれがまた、これは三味線好きなのかな？どうでしょう？ちょっと三味線好きでもいいですか？やっちゃっていいのかな？お願いします。怒んないでくださいね。何が、何まで、もう一発で、誰の真似って言わなくても私わかるもんね。そうですね。はい。あ、でもこれ、怒るなら、やらせたお姉さんに怒ってください、ね。師匠、これを やったのを見て私はそう思ったので。はい、あ、そうか、じゃあ僕は怒られるのか。というわけで、こういうふうにね、後ろから来る後輩たちに、こんなに頑張って面白いことやってると、私も頑張んなきゃいけないなという気持ちになるわけでございます。はい、というわけで、昨日のね、もね、雲月物語の仏法僧は、聞いててね、感動した。本当に面白かった、素敵だった。まあ、バッチリ合っていたっていう感じがね。今日はですね、違う演題をやっていただきますので、まずは隼人くんの一席お楽しみいただきまして、中入りを取った後、七福が一席勉強させていただきます。それではお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ、一回下がってもらいます。いつもの段取りでございます。まずは、隼人くんが一席、うならせていただきまして、そして、いつもこういうなんか看板が出ますけど、お腹入りを頂戴いたします。このテーブル掛けを転換させていただきます。そして、そのお腹入りを頂戴した、お腹入りって言っても短いですからね。テーブル掛けを転換したらすぐに出てまいりますのでね。そして七福の一席の後、その後ですね、せっかくのライブ配信ですから、チャットに皆様書き込んでいただいた時に、その書き込んでいただいた、まあ、書き込みとか質問とかご意見とかに、二人で、で、豊子師匠や桜ちゃんにも出てもらいまして、皆さんでお答えするというコーナーもありますので、どうか積極的にご参加いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。本日はご覧いただきまして誠にありがたく厚く御礼を申し上げます。大阪からやってまいりました真山隼人、そして曲師は沢村さくらでお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ねえ、老けて見えると思いますがまだピチピチの25歳でございます。
前回出演しておりました国本春乃ちゃん、あれと同い年なんだ。あれ言うたら、まあ本当に一生懸命やりたいと思いますが、まあ本当にマニアではないんですけれども、なんか本当に緊張いたしますね。こんなにカメラに囲まれて、どこを見たらいいんだという。1、2、3、4、5、6台カメラに囲まれてるわけです。大変ですが。不鍛錬ではございますが、懸命に伺って、お後、七福姉さんでございます。今日は、忠臣蔵から、俵干し現場というお話でございます。よろしくどうぞ。はい。
お寒いことでございますね。何を言いやがるんで、俺のせいじゃねえや。お、ここの道場のもんだけどよ、熱いやつを10杯、急いで持ってきてくれよ。な、底冷えがひでんだから、早いとこ頼むぜ。え、かしこまりました。若者に案内をさせ、十杯のそばを運んでまいりました。松坂町とは背中合わせの相生町。その頃、当代一と言われた槍の名人、俵星玄馬先生の道場です。ああ、うまかったな。さあ、お前たちも済んだら、今日はもう博打はやめにして、その代わりこのわしが槍の曲好きというのを見せてやる。先生、餅の曲好きですか？餅ではない。そこに積んである俵を、この槍で曲好きだ。よいか。見ておれよ。言うと同時に俵星、先端巻きを流れしごいた。てー十六巻の土俵に突き出す。ぴゃーんと跳ね上げてあちらへと、どうぞ。落ちたと思えば二票目三票目の土俵が次々にこちらからあちらへと投げられる。終わった時は、場所は変わっておりますが、十票の土俵が元の形で積まれていたというんですから。ほら、よほどの力の持ち主だったに違いありません。ああ。ああ、いい気持ちじゃ。者ども。今のわしの曲好き、あれを何と見た。さすがでございますね。下手な手品見るより面白くございました。下手な手品じゃと？もうよい。今日は帰れ。え？いろと言ったり、けれと言ったり。それじゃあ帰らせていただきますよ。おいみんな、もういいや、帰るぜ。な。先生、あずみ！あずみ！あずみ！では、そろそろ私も。そば屋、お前は待て。お前は、今のわしの曲好き、あれを何と見た？はい。ただただ、感服つかまつるばかりでございました。うん！そば屋、わしはお前のその一言で満足じゃ。だが、お前ならそう思うだろう。お前が武士ならそう思うのが当たり前。武士などとはとんでもございません。私は黙れ！わしの目を、節穴だと思うのか？かとこの辺りに飲みにおろし伺いおるは存じておるぞ。
目指すは拙者の愛を一丁それとも吉良の松坂町よもや拙者のこの流儀盗むためではあるまいと鋭い眼で詰め寄れば思わず次のも息を呑むそれと見てとんあるあんあたわらぼしむずかしい顔をするなまあ聞け他のやつらは弟子とはいえそれはただ形のみ道場はたちまちにして無頼ヤクザの賭場となり寺せんと称する金を受け取る俵星衆の家臣宝蔵院流槍術手難というのは昔のことじゃ笑ってくれさりといかに落ちぶれても武士かただの蕎麦屋かわからぬほど追いぼれてはおらん はいご官力恐れ入りますただいま本所三つ目紀ノ国屋棚に住居をいたしております杉野九郎右衛門小心ながら無事でございました鉛からすると中国筋じゃなはい播州かえ赤穂藩かと聞いておるのだ違います播州は播州でも辰野の脇坂藩でございますそれならよいがの人を見たら泥棒と思えの例えの通り平方では怪しい男は皆赤穂浪人に見えるらしく警戒を怠りないと聞くまあ気をつけるんじゃな他人の戦気を頭痛に病むとは現場も案外たわけよおお この世は過ぎて日は流れ時節が来たぞ日本金付き新道の小山屋という旅籠から蔵之助が川崎へ到着義士の身辺は慌ただしく動き始めた先生いやーそば屋でございますご無沙汰をいたしましたあれからちょうど半月ばかり鬼のかくらんとでも申しましょうかちょっと風邪をこじらせましてえ先生どうなさいましたあの大変なおやつれでご病気でございますか
達者じゃ。奴れて見えるのはな、弟子の博打打ちどもが元手がなくなったとかで長藩をやりに来んから寺船が入らん。そのために今日で三日ばかり何にも食っとらんのじゃ。のうそばや。それもこれも。元を正せば赤穂浪士のためなのじゃ。赤穂浪士の。よいかそばや。よく聞けよ。先日来、吉良の家臣、清水一学なる者、幾度も尋ね参り、身共を300石の高禄にて、上杉家が抱えたいとの話。詳しく聞けばその実は、一朝断る場合に備えるためだとか。よいか、蕎麦屋。わしを抱え、この道場とは背中合わせの松坂町。吉良の屋敷の付け人にするというのじゃ。槍一筋で300石。望むところではあるが、わしが敵に回った。いや、それはできん。何、恐れておるのではない。赤穂の浪人大石以下、いかように攻めきたるとも、断じて恐れはせぬ。くしゃくの手あり、おっと。玄関先で構えたら、たかが赤穂の痩せ浪人、年はせぬが世の人はあれ見よ、現場は貧ゆえに屋敷へ身を打って赤穂浪士を傷つけたちも涙も情もない武士と言うだろう。次の字それでは聖者の武士道が立たぬ廃れる、地に落ちる忠義の王道に、情けのこもる今のお言葉、浅野の家臣が、いや赤穂の浪人が聞きましたら、どんなに喜ぶことでございましょう。
それでこそ真の武士の情。何も知らぬ手前でさえ、思わず涙に誘われました。先生、本日私が参りましたのは実は、主家への帰参が叶ったのでございます。そのご挨拶にと思いましたに、今の先生のお話、身も心も、洗い清められたような思いです。先生、今のそのお話、ほんの少々、この杉野にお預けいただけませんでしょうか。すぐさまご返事を持って参上いたします。よろしくお願いいたします。杉野は、表へ飛び出した。情けあふれる現場の言葉、それはもとよりありがたい。されど人間生きてゆくためにゃ仕方なくしてきらがたい。仕官いたせばなんとなる。味方にしてこそ百人分の力もあるが、もしかして敵に回せば一大事。同志の中に犠牲者が出るは必要。その上に全ての苦労が水の してでも嫌いの仕官を止めねばならん。急いで駆け込む金付き神に話を聞いた大石に、これはさすがに驚いた。なるほど。いや、そこまで手を回しているとは知らなんだ。杉野、一時も早く頼んでこい。喜び勇んだ重平次、取って返した愛用帳。先生、早速ご家老に申しましたら、それほどの名人を他藩に取られるのは残念至極。我が脇坂藩は53,000石の小禄だが、500石にて早日首難にお迎えするとのこと。これなる金子200両、どうか支度金の足しにしていただきたく、どうぞお受け取りくださいませ。500石、かたじけない。しかん落ちいたした。ありがとうございます。では何分よろしくお願いいたします。ごめん。あ、待て、言ってしまった。涙さえ見せたあの両の目、支度金200両、かに杉野は甲の浪人。おう、仇討ちは近きにありか。さて、その日から玄馬先生、黒装束にわらじ巻き、槍の使い方、立っている姿の稽古を始めました。3日は過ぎた。時政に元禄15年12月14日、降りしきる雪の中、浅草寺の鐘が不気味になり響く。現場はなぜか熱かれ、し
足もに降りし雪もやみいつしか凍る月明かり往年の貢ぎとはよう言うた。はて、時ならぬ太鼓の響き。しかも吉良邸より聞こえてくるは。一打ち二打ち三流れ十二陰陽五個切り返し、晴れぞまさしく山賀流の陣太鼓。今六十余秋にあの太鼓を打つ者は、一に松浦青山公、二に紀州の比企民部、三に赤穂の大石、あれは大石蔵之助。では赤穂の浪人が吉良の屋敷へ打ち入りか。こりゃこうしてはおられんとガバと跳ね起き、稽古襦袢に身を包み、墓場の桃たち取り上げて、尺の手やり引き外し、石突きつけば鞘走る竜としごいて、小脇に買い込み、切り戸を開けて表の方外は銀世界、降り積む雪よけ散らせて、目指すは本庄松坂町。蔵之助、下足がる寺坂と杉身分の隔てなく、そのいでたちはと見てあれば、なんだら帯に白木木綿の袖印、襟元万秋赤穂の浪士、何の何が非光年何十何歳とある早門たっつけぼたんじめ、たくさん旅には夜がわらじを吐きめて、しころずきんをいくびにきなし、なげがまなげやりなわばしをはんきなぎなたたちかたが、そのみじいたくも十分ににげるわ、おうなむかうわきれよ、女子供に手を出すなら、敵と味方を測るには大和か和との愛子東の方角より
い槍を抱えた一人の男が雪を蹴散らせやってきた。お、そば屋ではない、杉野殿。命惜しむなら惜しめ、立派な働き祈りますぞよと、さらばさらばで右左両国橋へ両国へ、橋のたもとで石突きついて槍の現場は仁王立ち。ああ、今ここに300年武士の御霊は安らかに、誉れは永遠に俵帽子。今の笹げん槍くよ、今の笹げん槍くよ。もう一席お付き合いをいただきます。今聞いていただきました、隼人くんと桜ちゃんのコンビですけれども、桜ちゃんとは実は修行仲間なんですね。彼女の方がもちろん後輩なんですけれども、豊子師匠が長年三味線を弾かれた国友忠先生という方のところへ、桜ちゃんと私と出稽古に、桜ちゃんは豊子師匠のところに稽古ですけど、私はあの師匠のところからお許しを得て、出稽古に通っておりました。桜ちゃんとずっと、で、あの、桜ちゃんにも東京でも三味線をずっと弾いていただいている機会があったんですけれども、縁があって桜さんは関西の方に行かれまして、そして関西で関西節の修行をして、今、真山隼人君を育てているっていう感じでですね、ああ、こういうふうにしてなんか芸が、発展して繋がっていくんだなって思うと、まあ縁が深い二人のものですから、嬉しかったり、なんかこうジーンとしたりしております。特に昨日今日と一緒に行って、こうやって、改めて、一つところに留まっていなくて芸はどん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 動いていくし、上手くなっていくし、ああ、すごいなって思って、ちょっと今感動しております。で、私の方はもう長年ずっと三味線を弾いていただいております。沢村豊子師匠、はい、大丈夫ですか？はい、よろしくお願いいたします。桜ちゃんが来てくれて、豊子師匠に弾いていただくので、桜ちゃんと私と豊子師匠の思い出の一席をやらせていただきたいと思います。というのも、国友先生のところで、ね、最初の頃に習った、演題を勉強させていただきたいと思います。古典でございます。甚五郎旅日記掛川塾の一席、お時間まで。は。その日の日暮れ方、前に立
ったるその人は、後には確かに日光で、あまり仕事ができたため、相手大工にそねまれて、身の貝菜を切り取られん残る左を頼りとして、諸国に名所を残された、誉れも高山。差し掛かってまいりました東海道は掛川の宿、日の暮れ方でございます。いずれの宿に泊まろうかと宿の仲間へまいりますと、右手に円州屋という大きなお宿、ご本陣と書いた看板の下がったその脇に新しく張り紙がしてある。近日尾張大納言様お宿につき、ご乗客様でも宿は一切お断り申しそろうと書いてある。ちょいと見つけた甚五郎、このお断り申しそろうてえのが勘にさばった。なんだい、宿屋てえのは客を泊めるのが商売だ。大名が泊まるからてって客を泊めないてえのは、少しこの宿屋は生意気だ。よし、止めるか止めないか、今晩はここで掛け合ってやろう。どっちみち他の宿屋へ泊まったところで寝るだけだ。枕担いで寝るよりもは番頭からかった方が面白いだろうて。こういうお客さんに会ったんじゃ番頭さんは災難。こんばんは。すまないが一晩止めてもらいと。はい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 。はい、なんだよお前さんは。今声をかけたのはお前さんかい。なんだい、え、止めてくれ。ご冗談をおっしゃっちゃ困りますよ。表の張り紙をご覧になりませんでしたか。尾張大納言様がお泊まりになるんで、どなたもお泊めしないことにしてる。下江山頂ほど下ってくとね、お前さん方のようなボロの泊まる、寒くても布団寄せん宿てえのがあるから、そこへ行ってお泊まりなさい。布団を着せない宿屋は困るな。そう言わないで一晩頼んだめだてんだよ。尾張大納言様がお泊まりになるから行けないと断ってるんだよ。二言目には大納言大納言というが、なんだその大納言という代物は。代物？お前さん、大納言様知らないのかい。将軍様のご親戚でね、将軍様の次くらいにお偉いお方だよ。ああ、もう行っちゃっとくれ、行っちゃっとくれ。ボロに関わってるとね、主人に怒られるから。向こうへ行っちゃっとくれてんだよ。そう言わないで。一晩だの、くどい人だね、この人は。止めるわけにはいかないの。それじゃ番頭、俺がこれほど頼んで、どうしてもダメか。なんだこの人は。声の出場所を変えましたね。何言ってんですよ。お前さん方のようなボロに脅されて止めるような演習屋の番頭じゃないんだ。止めないと言ったら止めないよ。それじゃあ仕方がない、奥の手を出すぞ。気持ちの悪い人だねこの人は。奥の手でも表の手でも出してごらん。驚かたしじゃないよ。それじゃ番頭すまないが、細引き縄貸してもらおうか。細引き？何に使うんだい細引きを。番頭の前だが、俺はこの年になるが、今までに人に物を頼みただの一度も断られたことがない。
断られた場所がこの俺の死に場所だ。俺はここにぶる下がる。あっち行け。何言ってんだよ、ふざけやがって。宿屋商売していてね、軒先にぶる下げられちまってったまるかい。やるんだったらね、下江三条ほど行くと松の木があるから、そこ行ってやっておいで。いやあ、俺はここに決めた。決めんな、変なもん。ああ、えらい人が来ちゃったね、どうも。ああ、わかりましたよ。止めてやろう。止めてやるけどね、宿賃はお宅をございますよ。宿屋の番頭がバカではない、考えました。身なりの汚いこの男、金なんぞ持ってるはずはない。こうなったら、高い宿賃をふっかけて追い返そうってね、宿賃は高いぞーって言ったんですが、ひらり甚五郎、旅の途中で仕事をして腰の周りが拒んでいっぱい、腰が冷えて戦気が起ころうかと。高いんじゃ甚五郎は驚かない。はあ、高いと言っていくらだ。のんびりしてるね、この人は。お前さん方のようなボロがね、一生かかったって持てないような大金です。一両申し受けます。何、一両？はあ、安いな。何、腰の周りが小判でいっぱい、腰が冷えて戦気が起こる。いくらでも金もらってくれりゃ命の恩人だ。気の変わらないうちに現金で一両。ボロはボロでも上等なボロだね。おい、おたけ、上等なお客だ。宿屋てえところは合図が決まっております。番頭が顎でしゃくる。どうぞこちらへお通りくださいますと、穴広されましたのが三畳の安頓部屋。自慢の他県の杖、頼りとなした年の頃、83子のご隠居が表看板横の張り紙をじっと見ていたが、宿屋のくせに客止めないと書いてあるが、この宿屋は生意気だ。俺はおかしな性分で止めないところへ泊まり、大変な俺のくせだ。今夜はここでご寝てやれ。こんばんは。よく女仕様なのばっかり来るね。なんだいおじいさん、なんだい。あ、番頭さんか。まことにすまないが、一晩頼むよ。表の張り紙をご覧になりませんでしたか。尾張大納言様がお泊まりになるんで、どなたもお泊めしないことにしてる。すまないが、他の宿屋行って泊まっておくれ。ありがとうよ。それじゃあ早速上へ上げてもらう。トイレ聞いてない。聞こえないのかな。あのね、尾張大納言様がお泊まりになるからね、どなたもお泊めしないんだよ。はあ？尾張大納言様がお泊まりになるからね、お断りをしているんだよ。おう、おう、尾張
りの大根。しょうがないね、こりゃ。大根だって言ってやがる。こっちおいで、こっち。え、聞こえないならね、聞こえるように話をしてやるから。耳こっち持っておいで。聞こえないんなら聞こえるように話をするから。そばへ来いというのか。聞こえなくていいことはみんな聞こえてるよ。耳こっち持っておいでてんだよ。これでいいのか。まあ汚い耳だね。おじいさん、風呂へ入ったらね、耳くらい洗ったらどうなんだい。八十いくつになるが、生まれてこの肩一辺は風呂入ったことがない。不潔なじじいだね。まあいいや。おじいさん、なんだい。終わり大納言様がお泊まりになるんだよ。わしも泊まるよ。ひっぱたくよ本当に。おじいさんは泊めないよ。今んところが聞こえない。嫌なじじいだね。おじいさんは他の宿屋行って泊まれ。お前が行って泊まれ。バカ野郎、宿屋の番頭が他の宿屋行って泊まってどうすんだい。泊めないと言ったらね、泊めないんだよ。おやおや、止めないと言うんじゃ仕方がない。番頭の前だが、わしはこの年になるが、今まで人に物を頼み、ただの一度も断られたことがない。断られた場所がこのわしの死に場所だ。すまないが細引き。同じこと言ってるよ、この人は。ああ、わかりましたよ。止めてやろう。止めてやるけどね、宿賃は、お宅もございますよ。高いと言って、はい、一両か。ちゃんと知ってるよ、この人は。これも同じく三畳の安頓部屋へと放り込んだ。次第に吹ける夜嵐の真夜中時分になりまして、太目を覚ましたご隠居が、川屋へ起きた戻りがけ、小窓を開けて手をば洗おうとしたまれば、鼻をばついた生木の匂い、どこぞにあるな新座敷。瞳を据えてみてやれば、周り廊下のその先にぽっかりついた行灯は、終わり大納言がおいでにつき、宿の主が丹精込めて作り置いたる新座敷。あんな良い部屋がありながら、安頓部屋へ寝かすとは、宿の奴らは生意気だ。わしもあそこへ寝てやろうかと、川屋の草履を履いたるまんまで、のぞりのぞりと新座敷き、入りましたりご隠居
ちょいと正面見るなれば、かけてあります掛け陣には、暗い観音の家もとたる、あの丹西が自慢の船を振るいました。八方に闇のだるまの絵に、はっと驚くご隠居が、あれ、珍しいことがあるものだ。ここでせがれの筆跡に会おうとは。しばらく見ないそのうちに、大層うまくなったの。丹西、今が大事な時じゃ。しっかり勉強せよ。だるま見ているうちにご隠居自分も何やら書きたくなった。傍ら見ればできたばかりの二層の金屏風を、これは良いものが目に入った。いずれは誰かの筆に汚されるに違いがない。誰が書いても同じことを、わしが一番いたずらをしてやろうと。床の間の隅にありました硯箱を引き寄せる。水差しの水つぎ込んでしばらく間隅吸い流しておりましたが、もうこの辺でよかろうか、墨の色へ。五体の風前が真の気合、エビのように曲がっておりましたご隠居の腰がピンと伸びると、細船が金屏風へ走ったかと見るや否や、さあ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 、目にも止まらない早技で片絵の金屏風へ竹やぶ、片絵の金屏風へ雀がスタンバ離れたところ、書き終わってご隠居年のせい、ギョロギョロドーン、腰が崩れてほっとついたため息が、はあ、はあ、年は取りたくないもんだ。これだけのいたずらに汗が出た。しかしよく書けたな。これならだるまに負けないだろう。ひょいと後ろを振り向くと、たんに足元へ置いた筋箱の端っこ踏んだから、ガチャッひっくり返してしまった。ああ、あら、えらいことになっちゃったな。畳が墨だらけだな。まあなんとかなるだろう。履いておりました革屋の草履を脱ぐと、これを両方の手へ突っかけて、うっ、うわー、畳へのざくってしまった。そのまた草履で、あんどんべや、甚五郎さんが目を覚ました。さておかしいぞこの親父。さては川屋へ行ってきたな。先客様をさびおいて川屋へ行くとは生意気だ。俺も負けずに行ってカメの子が来やがったな。違う違う違う、カメの子が来たんじゃない。墨をのたくった草履を履いて歩いたもんだから、草履の跡がずっとついてる。さておかしいぞ、草履の跡について入り込む新座敷、ひょいと見るなら金屏風のいたずらに、おお、これが親父のいたずらか。なかなか味なことをやる。こんないたずら見たからには俺も甚五郎としかつだ。どこぞへいたずらしてやろうと肌身離さず持っていた天地偉人が山頂の飲み、中一番の大飲みで
怖えいたずらしてやろうかって、こんなでっかい目玉で部屋の中探し始めた。もみじの床柱に気がついた。ここならいいだろう。えいっ、力いっぱいの身打ち込んだ甚五郎が、こつりこつりと掘り始めた間もなくできた正面真向きの大黒様に、よく掘りやがったな。これならじじいには負けねえだろう。ひょいと見るならあたりが炭と木くずでベトベトです。こりゃいけないぞ、宿屋のやつらに見つかれば引っ叩かれるに違いがない。罪は親父に着せた上、俺はここから逃げてやれと甚五郎を雨戸外して表の方、こちらご隠居は甚五郎が戻ってこない心配です。川屋へ怒っちゃったのかしら。立ち上がって廊下へ出て、新座敷へ来てみれば、立派に惚れた大黒様に、おー変だ変だと思ったら、さてはあの若造、今有名な甚五郎であったのか。道理で少しへそ曲がりって、自分の曲がってんのはただにあげている。ちょいと見るならあたりが炭と木くずでベトベトで、雨戸が一枚外れている。あの野郎あそこから逃げやがったんだな。俺も負けずに逃げてやれ。ほどなくすれば夜明け、宿の主が新座敷に。さあ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 、今日は終わりだ、稲子様いらっしゃる。なんだこれ。さては昨日の二人で番頭、あの二人はどうしたい。もう姿が見えません。捕まえてこい。合点承知立ち上がった七八人の若者、右左に分かれて東海道二人の後を追った。竹川の宿外れに参りますと、愛も変わらず二人、こんにちは、もうおはようも言わないで、背中と背中ピタッとつけて、ぷかりぷかりとタバコを吸ってる。こんなところにいやがったな。え、こっちへ来い。おがんじがらめに縛り上げて、遠州や松の木、今日一日はここにいろよと、仕事にかかったおりしもおり、えいよー、よれ糸瀬氏の声。江戸へおいでのその途中、一夜の宿は遠州宿、おいでになった大納言宿の一同をお出迎え。さてお入りを、今年は殿のため作りを至る新座敷がございますと、炭と木くずは片付いたが、片付けきれないのが床柱のいたずらと金屏風のいたずらです。何かお咎めがなけりゃよいがなと、主がブルブル震えていたら、新座敷へ入った大納言、ひょいと気がつく金屏風に、おおやれん珍しいことがある。呼び寄り数え9年前、将軍家より日本一の名人じゃと、
織が見受けた八代家の小野家元はあの探幽斎森近の筆跡に相違がない、うん、いつもながら見事なものじゃ。世は満足じゃと言いながらちょいと見ると小柱の大黒様が大納言の顔を眺めて、はーい、おお、瞳を据えて見直したがまたも小膝をちょうと打つ。今日はいかなる吉日ぞ、これも負けずに名人として。今永高い甚五郎の策に相違がない主、噂に受けたままれば二人ともなかなかのへそ曲がりで、金を山ほど積んだとてめったに仕事をしないと聞いていたが、かかる名人を二人までこんな狭いところでよくまあ気を揃えて仕事をさせることができたものじゃ。今日おもてなしてくれるその方の気持ちがありがたい。当座の褒美500金だけ下げとら。なんだいそりゃ。聞いた主が飛び上がった。しっかり縛っておいたのじゃ、こっちの首が危ないぞ。番頭呼んで、これこれだ、早く二人の縄を解き、奥の人まで酒でもごちそうしてやれと。聞いてびっくり一番と。解こうとしたならば、急に二人が威張り出した。待っておくれよ番頭さんよ、かかる時には黙っていたけど、この名は解くのはちょっと面倒。お前さんには解かさせないぞ、あれや終わりの大納言がこの奥に庭へ置いてきて、許してくれよ甚五郎かのと詫びをいたした。その上で自ら解くなら解かせもそうけど、さもない時がめったにこの難はあんはあ解かさせない。命が危ないぞと震え追うやつ大納言が、にっこり笑って奥庭の望みとあらば解いてやると、縄を解くので、ここに計らず両名人大納言の行列に加わりまして、肩を並べて都会道花の東へ下るという、これが甚五郎旅に来ます。これまで。というわけでございまして、2節聞いていただきました。では、ちょっと呼び込んでみようと思います。はやとくん、さくらちゃん。で、そして、豊子市長。はい、おしさんどうぞ。はい。はい、で、いろんなチャットでご意見来てますか。ありがとうございます。あ、テクニカルなことでは、音質画質バッチリ。49インチのテレビでもバッチリ。待ち時間の音楽素敵。あ、待ち時間の音楽ね、私の好みなんですよ。素敵ですね。素敵でしょ、ね、あれはね、ことクラクフの、はい、ユダヤ人街で買った音楽なんです。そうなんです。で、ハヤト
くんの方は、はい、雲月師匠のモノマネ面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵。25歳で40歳に見える人は、80歳になっても40歳にしか見えないですよ。嬉しいですね。安物豊さんですね。はい、日本一ですって。ありがとうございます。ね、エイミー・オザークさんは、どう見ても約束そこってあなた落語も詳しいわね。さくらちゃんね、昨日曲師の会楽しかったですって。ありがとうございます。ああ、見てくれてるんですね。で、それからね、かんざし素敵ですって。ね、これね、三味線屋さんに作ってもらった三味線のかんざしなんですよ。すごい素敵ね。今井さん原点さんありがとうございます。はい、京都のね、京都ね、あの歌、あの歌。なんとか、あの、竿になってんのに。すごい土地も出てるんですよ。ねえ、すごい素敵ね。本当に。ね。おっしゃ、髪短いからさせないもんね。七福&豊子師匠。七福さんが調達されたご飯美味しかったですか？美味しかったです。そう。ね、今日ね、みんながね、始まる前に浪曲してお腹空いてるとできないんですよ。うん、なので、ご飯を食べました。スカーンと行きますね。聞いていて気持ちいいだって。おっさん。今の掛け川塾ね。スカーンと気持ちがいいだって。あれ？どこスカーンって。多分ね、一番最初かな？東海道のとかかな？ああ、そうか。ああ、あんまり感動がないですね。褒められてるのに。姉さんかっこいいだって。何？何？まあいい。なんか言って、なんか言って。何？いや、自分ではあんまりあれ、そんなに今日はね。んバチの当たり方がね。また反省してんの？反省会で。反省してます。あ、そうですか？いや、私やりやすかったですけどね。本当にすごいクソが。いや、いい声だって。何言ってんの？あ、大谷達さんからね、日本一、何度聞いても面白い。ありがとうございます。で、あら、掛川が一番好きです。名調子と木馬亭で言いたい。ああ、本当にね、掛け声かけていただける日が早く来るようにと思っております。百面相？百面相？誰が百面相？顔芸ですか？あ、私じゃにも、はやとくんの顔芸の方が濃いですからね。今日は顔芸の兄弟みたいな感じでございましたけども。はい。でも長時間お楽しみいただきましてありがとうございました。この後この二人はもう飛んで、取って帰って大阪の方に戻らなきゃいけないんですね。はい。で、大阪でも配信してますし、実演の舞台もやっておりますので、はい、どうか、隼と桜コンビご贔屓にいただきたいと思います。そして、七福の配信ですけど、次回は9月の6日、関東武士の木村派の唯一木村を今の、昔はね、パンと浪曲は木村に限るっていうぐらいいっぱい木村派の浪曲したんですけど、唯一になってしまいました。木村勝千代さんをお迎えしまして、そして二席お送りいたしますので、その時も楽しみに待っててくださいね。見てね、見てね、見てね。では、さようなら！ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、楽しかった。また呼んでください。わかりました。